この後午後の時間も急な雨や激しい雨に注意をしてください。こちら栃木県の那須塩原市からいただきましたリポートですけれども、この時間ですね、関東北部も雨が降り始めていまして、一部雨足の強まっているところもあります。この時間の皆様からのリポートの状況を見ていきたいと思います。こちら11時50分現在見ていきますと、この時間はですね、日本海側のエリア、北陸地方ですとか、あと東北地方の南部、そして関東地方の北部山沿いですね、発達した雨雲があります。このレーダーエコーの色を見ていきましても、黄色や赤の表示となっていまして、雨が激しく降っていること分かるかと思います。そして雷も多数発生しています。落雷マップ見ていきますと、こちら11時40分現在です。この時間はですね、関東北部、栃木県の北部ですね、そして北陸でいきますと、特に目立つのが石川県から富山県周辺、非常にたくさんの雷発生しています。さらに新潟県内も雷が発生していまして、特に佐渡周辺ですね、こちらは多数の雷が発生しているような、そういった状況となっています。でこの後午後の時間帯も上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。急な雨となるところ多くなってきそうです。こちら13時から西日本から東日本にかけて見ていきますと、この後午後の時間帯ですね、現在強い雨が降っている北陸や東北南部に加えまして、太平洋側のエリアも雨足強まってくるところ、急に雨の降ってくるところありそうです。特に関東甲信エリアですね、こちらは昨日も雷雨となりましたけれども、今日も午後の時間帯は雷雨となりまして、1時間に30ミリもしくは50ミリを超えるような非常に激しい雨となる可能性もあります。この後午後の時間帯ですね、大気の状態が非常に不安定となります。急な雨や激しい雨、そして道路冠水などにも十分に注意警戒をしてください。